こんにちは。今日は、ドゥ・ムアブルの定理を、証明したいと思います。ドゥ・ムアブルの定理というのはここに書いてある通りの式なんですが、この定理って、複素数の掛け算は、大きさと大きさをかけて、で角度はどんどん足していってねっていう複素数の掛け算について勉強するともう見るからで明らかな式で、コスセイタたすアイサインセイタっていうのは大きさはこれの2乗たすこれの2乗なんでサイン2乗たすコサイン2乗なんで1だ。この複素数の大きさは1で変角がセイタを n 回掛け合わせてねっていうことだから、大きさは何回かけても1でそのまんまで、変角は足すってことは n 回足すんだからこうなりますっていうんで、まあ複素数の掛け算からして明らかな式なんですが、一応ここでは数学的機能法を用いて証明したいと思います。数学的機能法なんでも定石通り、まず n イコール1の時、これはもう明らかに正しいと、1そのまんまここが1になってるんで全く同じで正しいと。で n イコールK の時、これが成り立つとします。コサインセイタたすアイサインセイタの K 乗はコサイン K セイタたすアイサイン K セイタ、これが正しいと仮定します。じゃあこれが正しいと仮定した時に N イコール K プラス1の時どうなるかっていうと、コサインセイタたすアイサインセイタの K たす1乗っていうのは、コサインセイタたすアイサインセイタの K 乗にもう一回同じもの、コサインセイタたすアイサインセイタをかければ、これでこれの K たす1乗ですと。で今前提としてこれが成り立つことが正しいと仮定してますと。すると、この部分っていうのが、こうなりますと。コサイン K セイタ足すアイサイン K セイタかけるコサインセイタ足すアイサインセイタと。でじゃあこれ普通に掛け算しますと。で、複素数の掛け算するときは大事なのは、実部と虚部をあらかじめ分けて考えましょうと。実部実数になるのは実数同士の掛け算、コサイン K セイタかけるコサインセイタと、虚数同士かけるとマイナスになって虚数が消えるんで、これ i 次乗なんでマイナスサイン K セイタサインセイタと。で虚部はっていうと、虚部は i カッコでまとめてやるとこの掛け算サイン K セイタコサインセイタと。で次は、これの掛け算とこの掛け算ですね、足すコサイン K セイタサインセイタと。でここで、よく見るとこれコスモスコスモスサイタサイタ下方定理になってると。コスモスコスモスサイタサイタ下方定理になってるんで、この部分はコサインカッコ K セイタ足すセイタと。でこっちも最多コスモスコスモス最多のサインの加法定理になってるんで、足す i サインカッコ k セイタ足すセイタと。そうするとこの角度の部分はセイタで膨れるんで、コサイン k 足す1ですね、 k 足す1カッコセイタと。足す i サイン k 足す1カッコセイタと。っていうことはちゃんと k 足す1の時でもこの式は
成り立ってますねと。じゃあ1の時正しくて K の時正しいと仮定すると K たす1の時でも成り立ったということで、ドゥーム・マーブルの定理は、証明できましたということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。できればチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。